春菜。昨日より君が好きなのに、昨日みたいにうまくできない。二人がはしゃいだ言葉はあっという間に忘れてしまった。並んで座ったベンチで手をつなごうか迷ってた。なぜか君にだけ僕が伝わらない、それだけわかった。ありがとうございました。